浅野は今すぐ外せとは思わない日本代表 OB の見解に里だからこそ外すべき。元日本代表ディフェンダー栗原勇くらしは、浅野拓磨と前田勝念を含めて、バリエーションを持たせておくべきだと説いている。エルサルバドル戦で後半20分から途中出場し、ゴールなしに終わった浅野に関してカタールワールドカップグループリーグ初戦のドイツ戦で決勝ゴールを決めるなど、大事な場面でネットを揺らしていることを考えれば、彼に対する厳しい声は不当だと栗原氏は語る。浅野はやっぱり一発があるし、ワールドカップという一番大事な舞台でも結果を残した実績があります。勝負強さはすごく大事だし、今すぐメンバーから外せとは思わない。仮に浅野を外すとして、代わりに誰を入れるのか。すぐに目星い候補がいるかといえば、あまり思い浮かばない。浅野は本能的に動くところがあるけど、今の代表の前線はリズムで動く選手が成長してきてるから、浅野の動きが被ってしまって味方のスペースを潰す場面が何度も見られるのがどうだろう。引き気味にカウンターを狙って前に広いスペースがあるときは良いけど、ある程度ポゼッション主体で距離感が近いサッカーをするときは浅野じゃない方が良さそうな気もする。浅野以外の F はラが3人いて、サイドもそれぞれ3人いる。浅野の特徴は十分把握している。だから外すべきなんじゃない。ここぞでの一発があるから外しがたいんだけど、少なくてもスタメンで使うタイプではないだろうな。現状スーパーサブのうちでもさらに限定的な起用方法になる気もするから、他の F ワラの決定力が上がればそこに枠をあてがう必要がないから、おのずと居場所を失う立場だろうなって。様々なオプションがあった方がいいのはその通りだが、浅野以外にもいい選手がいる中でその選手を試そうともせず、浅野にこだわり続けることが疑問。親善試合で浅野を出す意味は、持ってる男を親善試合で出すメリットはほぼないと思う。浅野を使うなら、その役割を明確にして本人にしっかり理解させる必要がある。特にウィングで使いたい時はそれをやってないと、先のエルサルバドル戦のように CF のポジションを潰してしまう。浅野を批判するつもりはもうとうないですが、浅野の良さは大きなスペースに飛び出していくことだと思いますし、ワールドカップドイツ戦もそれの象徴だと思う。ロングカウンター一発であれば貴重な戦力だが、ただスペースのない状況では良さが出ない選手で、足元で収められないためポゼッションしたいという方針や、押し込む展開には合わない。本人が戦略戦術はわからんと明言していたからな。